のターゲットはリアクションの女王里田舞。ヘキサゴン合宿 DVD に入れるカラオケシーンを撮影するという全く嘘の理由で呼び出された里田。普段どんな人ですか？里田、槙原のヘキさん。男性ですか？男性です。ありがとうございます。はい。あ、冷たい。冷たい。大丈夫ですか？礼を言って立ち去る従業員。冷えた手で握手をしたのは里田により不気味な印象を与えるためだったが。どうしようかな。嘘の電話でスタッフが退出。いよいよドッキリスタート。一人相当怖いね。もうおかしいもんね。怖かった。一人にされるのがまず怖かった。甘い。あ、電話してる。なんか今ミスタゴの合宿来てんだけど、あ、怖いな、怖い、はい、もしもし、あ、もうダメ、あ、もうダメ、誰かが帰って怖いと。あ、違う。開けたんだけど、開けたら敵が入ってきやすい。続いてのターゲットは星野熊田のグラビアアイドルコンビ。じゃあまずラムのラブソングと。予定通りスタッフが退出し、ドッキリスタート。それではドッキリスタート。ドキドキするよね。
全く幽霊に気づかない神戸ということで、猫ジャンプは見られるのか。南明。普段どんな歌歌うんですか。アニソンが多いですね。アッキーナを部屋に残し、ドッキリスタート。最後のターゲットはスザンヌ木下の仲良しコンビ。実はここでたまたま現場に居合わせたこの人と観察することに。引っかかるかな。スタッフが退出し、ドッキリスタート。もしもし、ヘキサゴンのスタッフの部屋ですけど。スザンヌ。もしもし。もしもし、切れちゃった。ものすごい一本背負ってたもう一回見れなくて、見れなかったんだけど雰囲気感じちゃって、それでもうダメだった。さやちゃんの声頼りだったもん。いやでもその時はもう完全に宙に浮いてたからせーの、ドッキリ大成功。いい加減にして。